おはようございます。速稼塾の暗号通貨ニュースの時間です。今日はですね、9割以上がダメだと言われている ICO のことについてなんですけども、その ICO の見分け方についてですね、お話ししようかと思います。まあ、先日もですね、エーダコインという、まあ、カルダの財団から出されているですね、エーダコインというのが公開されましたけども、これをですね、プレセールで買った方はものすごくね、ウハウハだったと思うんですけども、まあ、現在は10倍から15倍という価格に落ち着いてはいるんですけども、まあ、公開すぐはですね、40倍から50倍をつけて、そこで、まあ、多くの方が売り抜いてですね、例えば最低単位を買っても確かね、ざくっと10万ちょっと12、3万で買ったんじゃないかな、10万としてもですね、10万が500万になったわけですから、その半分を利確してですね、200万とか300万っていう、まあ、キャッシュを手にして、残りをまたエーダコインで残しておくみたいな方もね、いらっしゃったかと思います。あ、内田さんおはようございます。まあ、こういうふうなですね、本来はこのエーダコインっていうのは昨年のですね、12月の24日から27日あたりに公開する予定だったんですけども、そこで辛抱たまらずに投げ出した方とかね、買い取りをお願いした方っていうのは先日ですね、保存を噛んだんではないかなと思います。まあ、ICO っていうのは非常に根性がいるのと、あとは情報を選ぶセンスとかね、信じてずっと待つっていう気持ちが必要になってきますから、余剰資金で買うことと、もうね、10年とか30年単位でもうホールドしておくっていう腹のくくり方が大事になってきますよね。もともと投資ってのはもうね、相場に暮れてやるって感じですよね。もう完全に円に戻すことを期待するんではなくって、資産としてですね、現金にしないことを前提に、まあ、置いとくのが投資ですから、 ICO も同じだと思うんですよ。公開してパッとね、現金にしたいなと、じゃああと半年だけ持っとこうかなとかね、3ヶ月後には公開だから3ヶ月だけお金借りて突っ込んでこうかなっていうのでは全然話にならなくって、もう10年とかぶち込んでおくつもりでも、投資した資金を忘れるぐらいのがちょうどいいんですよね。まあ、もともとですね、10万とか100万っていうのが生命線になるようでしたら、もう完全に投資はしない方がいいと思います。やっぱりこう、自分の暮らしがあって余剰資金でやるのが投資ですからね。お、山崎さんおはようございます。さあ、 ICO の見分け方になってきますけども、イーサリウムを生んだですね、ビタリック・ブリテンという方がいらっしゃいますけども、 ICO の欠陥について改めて語っているわけですよ。仮想通貨の価格が何十倍にもなったことによって、 ICO が稼げるぞというふうなね、投機目的になってしまっているのが、まあ、ちょっと危なっかしいわけですよね。しかしですね、9割以上がダメな ICO をやっているっていう意見も、これは聞くべき点が多いと思います。9割以上がね、意味のない ICO をしてるんですよね。で、事前にマイナスを避けれるように、 ICO の投機で成功した投資家の声をこれからもこの放送で開いていきたいなと思うんですけども、最低限認識してほしい ICO の見分け方の紹介になっていきます。まあ、今日はね、話が長くなりますので、この辺に留めておきますけども、 ICO をそもそも理解してない、暗号通貨をそもそも理解してない、投資をそもそも理解してないっていう、この3拍子揃ったそもそも論を理解してない方はですね、もう完全にやらない方がいいです。儲かりそうだからやるっていうのも、これ宝くじよりも危ないですからね。そういうところに命より大事な、命の次に大事なお金をですね、預けてしまうところが、もう完全に、このね、投資としては負け組になってしまうということなんで、大事なのは投資って何なのかなとか、暗号通貨って何なのかな、 ICO って何なのかなってことを、まあ、何度も何度も繰り返してですね、学んで身につけて操っているかってことなんですよ。この3つのどれかができてないようでしたら、もう完全に1円たりとも ICO には投じない方がいいと思います。それが最低の入門条件になってきます。儲かりそうだからって乗ったからといってですね、その選んだ暗号通貨や ICO が当たるとは限らないわけです。無数にある暗号通貨、無数にある IOC の話のどれが当たるかは分からない。市場全体としては盛り上がってるんですけども、当たるのはそのうちの数個ってことなんですよ。それが見分けるようになるまでは資金を動かさない方がいいと思います。今回のエーダコインもですね、無数にある ICO の中のたった一つだったわけですよ。この一つのエーダコインを当てるために多くのコインを犠牲にしたのが、まあ、私なんですけどもね。はい、以上でございます。では本日もよろしくお願いします。後ほどまたですね、この暗号通貨ニュースに関しましては、パート2をお届けします。そう、リテラシーを高めることが必要なんですけども、はっきり言ってリテラシー高めてる人は一人もいないですね。リテラシーを持ってる人も一人もいないです。私もありません。少額ですがほったらかし、素晴らしいと思います。少額ですがほったらかし、それでいいんですよ。少額でいいです。
利幅が大きいものはちょっとだけ入れとけばいいです。で、利幅がちっちゃいやつっていうのは硬いんで、そこには多めに入れとけばいいんですよね。これがポートフォリオの考え方になってきますんで、そこはね、ずらさないようにした方がいいと思いますね。儲かりそうなものに資金をボーンと投入したら痛み見ますからね、やっぱりね、億万長者ってのはね、そう簡単に生まれませんからね。はい、以上でございます。失礼します。